占いの結果が出ました。ごっくり。これからも幾多の困難があなたを待ち受けるでしょう。それは否定できません。しかしその先に必ず明るい未来が待っています。よかった。そうです。そこでキャル様はこんな形の銀の仮面をつけられて。銀の仮面？まさかキャルは私の魂の盟友？ちょっとそこ何の話をしてるのよ。貴様、包帯や眼帯に興味はないか？ないから。そういうのないから。そういえばキャル様は14歳、まさに中二。コロスケも余計なこと言わないで。なんだかみんなすっかり打ち解けましたね。嬉しいです。本当に。あ、でもみんなといえば父の姿が。今日の食事も楽しみにしてくださいね。珍しい食材が手に入ったので、美味しい出汁を取ったスープが出来上がりました。おや、プリコネチャンネルリライブ。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす。ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっす。ココレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっす。ケル役立花梨香です。今回のオープニングショート、ドッドン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 、コント台本はプリコネームねじれアカシアさん、シルバーペンギンさんの投稿を合作させていただきました。おどんな味がする。いや、だし美味しいのか。美味しいな。さあ、そしてキャラクターとしてはすでに登場していただきましたが、前回に引き続き今回もこの方たちにゲストとしてスタジオにお越しいただきましたよ。自己紹介お願いします。はい、ラジオを聞きの皆さん、おいっす。しのぶ役大坪ゆかです。はい、ラジオを聞きの皆さん、おいっす。アンナ役高野あさみです。あ、今週は短い。今週はもう空気を読んでるから。ショートバージョンでよろしくお願いします。お願いします。もう語るのに時間が足らなかったから、はい、早速もう行きましょう。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。さて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲーム、そしてアニメ、プリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第242回。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネチャンネルリダイブ。改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのココレ役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨香です。そして今回のゲストはこちらの方たちです。どうぞ。改めまして、しのぶ役大坪ゆかです。アンナ役高野あさみです。はい、よろしくお願いします。では今回の前半はこのコーナー、推しプリ。こちらはリスナーの皆さんの一押しのプリンセスについて投稿していただくコーナーです。うん、今回はもちろん大坪ゆかさん演じるしのぶの、そして高野あさみさん演じるアンナの特集です。プリコネームルリーロピースさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、おいっす。おいっす。しのぶ（パイレーツ）が実装されましたね。うん、パイレーツ要素が親父の方というのがまた笑いました。ぜひともお迎えしたいですってことです。いや、本当に確かに。そう言われる。親父のパイレーツ感めちゃめちゃ強い。いや、もう私も無事お迎えしまして、星5の状態でございます。はい、じゃあ続きまして、プリコネーム竹立てかけたゲッサン。なんかこういうちょっと、はい、なんか危なすご
い。試されてます。試されてるね。いつもの皆さん、ゲストのお二人、おいすー。おいすー。しのぶといえばドクロ親父ですね、うん、なんだかんだでいいパートナーだと思います。ゲームは別々に収録していると思うのですが、後から気づいた親子の掛け合いで楽しかったエピソードを覚えていれば教えてください。うん、うん、ありがとうございます。いやもう本当に、あのドクロ親父役の小山剛さんとも普通にすごく仲がいいので、なんかしのぶの収録の前にドクロ親父撮ってますとか、なんかそういう順番で撮ることも多くて、なんかわざわざ一目会いたいからって剛さんが待っててくれる。この後ツボが来るって聞いててさみたいな。いやもう本当にお父さんって感じで。でもやっぱりなんか今回のエピソードでやっぱしのぶがちょっとピンチになった時にドクロ親父がパッて出てきてくれたところとか、なんかそういう掛け合いもいいなって久々に思いました。いつも本当な夫婦漫才みたいな、あんたもう本当にみたいな、黙っててみたいなのが多いから、かっこいい今回のは結構レアケースでしたね。続いてプリコネームジャベリンさんからいただきました。ありがとうございます。愛しきパーソナリティの皆さん、あらそして麗しきゲストのお二人、おいっすー、おいっすー。しのぶ役の大坪さんに質問です、はい、イベントトリックオアプリン約束のハロウィンパーティーでは宮子との関係が描かれていましたね。そっけなく見えてしのぶは思いやりの深いところがあると思います。アニメ1期10話で活躍しましたが、しのぶの所属するディアゴロスについて語っていただきたいです、お願いしますと。ディアゴロスね、うん、なんかこう一番最初の印象だとディアゴロスこそ一番のチューニーギルドみたいなイメージがあったんですけど、なんか結構ほんわかしてたりとか、なんかやっぱね、よりあかりの双子がとってもキュートだったりとか、なんかしのぶと宮子のやりとりもほっこりしたし、なんかイリアがそれをまとめてみたいな。でもまだディアボロス5人でのストーリー、がっつりしたストーリーとか、5人の絆みたいなのが、まあ、あるっちゃあるんですけど、すごくがっつりあるってわけでもないので、いつかなんか5人だけの深い話見てみたいなっていう希望と、今ね、あの日めくりカレンダーでお誕生日の時とかにみんなでねお祝いボイスとかもあるので、もうそこでねぜひたっぷりとディアボロスのいいとこめっちゃ出てるんで、よりが一人あわあわしてるみたいな、ええみたいな、かわいいかわいいところあるんで、ぜひ皆さん見てください。続きまして、プリコネームことイモスイスイさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、そしてゲストの大坪さん、高野さん、おいっすー、おいっすー。アンナ役の高野さんにお聞きしたいのですが、はい、台本でアンナの中二的ワードにはルビが振ってあるのでしょうか、それともカタカナで書いてあるんですか、ということですね。確かに、でも一応全部台本としてはそのゲームで実装されたのと同じように、あの漢字の羅列がバーって書いてあって、はい、それにカタカナが振ってあることが多いんですけど、結構その今日とかもあったんですけど、この前回のラジオの時に、終焉戦争を終わらせしって言ってるんですけど、うん、この終焉戦争がラグナロクって読む、あんなはラグナロクって読んでるんですけど、そういうのが結構稀に結構あったりして、ルビが振ってなくてもでも気づけたりするもんなんですね。もうだんだん気づけるようになってきましたね。それこそジ・オーダー・オブ・ゲヘナ・イモータルズはもうすごい、さすがにもうルビー振ってなくても読めるようになってきましたね。でもさ、ストーリーイベントでなんか結構しのぶがアンナのこと呼ぶときに、アンナフォンシュテヒパレムさんみたいな、でなんかあんまり呼ばれる機会が少ないから、どこで切るとかなんかすごい問題になって、アンナフォンシュテヒパレムさんとか全部ワンワードでいくとか、あとヘカーテとかも振り仮名振ってなくて、私めっちゃ調べました。ヘカーテ振ってないの困っちゃう。これはなんだ、難しいやつだ。ショーしかいつもしてないので、呼んでくれるしのぶの優しさ、久々に誰かが呼ぶって言ってました。じゃあ続きまして、プリコネームひこぼしさんからいただきました。ありがとうございます。我がソウルメイトの諸君、おいっすというにやぶさかではない。おー
さてゲストの高野さんに質問です、はい、星魔法アタッカーとしてのアンナタソの魅力についてぜひお話をお伺いしたいです。よろしくお願いします。おお、ちょっとプロっぽい質問ですね。内容はしっかり、うん、まあでも、まあ、これいつも言うことだけど、アンナはオートでは使っちゃダメだよって言われて、ユニオンバーストを打ってしまうと、まあ、自爆してしまうというかところもあるし、その水着アンナの時も確かみんなの攻撃力だっけな、を吸い取っちゃうだかなんだかしちゃうから、ユニオンバーストその時もあんま打っちゃう難しくって、難しい、癖が強いキャラだよね。でもユニオンバーストさえ打たなければとっても強い魔法アタッカーなので、ぜひ使ってほしい。うまく使いこなせるようにね、なってほしい。彦星さんもお願いします、はい。続いてプリコネーム秋勘さんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、ゲストのお二人、おいっすー。おいっすー。アニメプリコネシーズン2の感想になるのですが、はい、高野さん演じるアンナは11話クライマックス付近で颯爽と登場しましたね、うんうん、バトル向きのメンバーかっこクリスティーナさん、エリコちゃん、ルカさんに混じって左目を輝かせて大活躍でした、ゲストのお二人のアニメの感想をお聞きしたいですということで、うん、あーんだー、そう、はい、やっと出ましたアニメかっこよかった登場シーン。いや美味しかったけど、なんかちょっとらしさがあってあの数秒間にアンナのらしさが詰め込めをれまくっていて、なんかこうアフレコの時にアニメでのこうそれぞれのキャラクターの役回りを結構皆さん監督から説明を受けたりしてるみたいな話を聞いてたので、アンナもそういう説明があったりするのかしらと思ってアフレコ挑んだんですけど、もうひたすらに今まで出せなくてすいませんでしたあの美味しいところをあの夫と挑んでみたいな言い訳をわーってやる収録が進んで楽しくアフレコさせていただきました。よかったね。しのぶは10話の方にシーズン2は出させていただいて、もう急にね、その前の台本はさ、もちろん私いただけないわけだから、うんうんうん、何があったんだみたいなところから確かに、そう、あ、キャルちゃんがついにあの、ね、あの状態からスタートかって思って、まあ、10話ってさ一番最終話に向けてちょっと話がさ進んでいく瞬間だから、あ、もう大変だわ、ここはちゃんとやらなきゃって思ったけど、最終的に忍ぶ最後宮子にプリンにされて途中にちょっとほんわかして登場そこで最後みたいな可愛かったな、面白かった、緩急がね、アニメも良かった、いやアニメ超良かった、家で超泣いた、わかる、超泣いた、いや私はなんていい作品に関われてるんだってめっちゃ思ったなんか最後のエンディングのさ、こうそれぞれのギルドのさ、ちょっとイラストが出るところとかもすごい一時停止全部しながら何やってんだろうって見ちゃった、泣いちゃう、最高でした、本当にいいアニメをありがとう。続きましてプリコネームどんどんどんさんからいただきました。ありがとうございます。いつものお三方、プロのお二方、おいっすおいっす。自分はダンジョンボスの撃破がなかなかできなくて苦労しています。そこでプロのお二方にアドバイスをいただきたいのですが、はい、このプリンセスを育成すると良いよとか、途中のシャドウとのバトルはこんな編成で、挑むのがおすすめなどといったことがあれば教えていただきたいです。教えてほしい。いや、なかなか今回のね、新しいダンジョンボス難しくって、ストリーム5、そう、難しい、厳しい。さっきね、ちょっと楽屋で話した時、私たちも今現状ね、この5月頭ぐらい現状まだモード1の撃破しかできてないっていう現状で、いやでもなんかもっとシャドウいてもいいよって思いかけて、そう、食べるのがもっと欲しいんだよね。いやでも回復系をとりあえず優先して私は溜めてるかな、回復系で挑んでて、たまになんかこうシャドウのレベルが明らかに低いかもしれないみたいな時あるじゃない、編成が敵の、だからその時にもう回復だけを詰め込んだ編成でも勝てちゃうから一気にそこで稼いだりとか、いやあとモード2になったらこう、うん、
2番目のあの敵、はいはい、あの人に攻撃を打っていくっていうのが重要なんだなとか思って、だから玉木とかでこう攻撃してもらうのがいいのかなとか思いつつ、でも誰を育成するといいよとかいう話ではない、もう、うん、もうちょっと自分たちにもキャラが足りんって思ってるぐらい、ね、あのキャラがいたらここがこんなに苦しくないのにみたいに思いながらやってます、うん、でもきっとね明日明後日にはクリアできる気がする、うん、さすが、次何かプリコネのなんかこういうラジオか生放送がある時までには絶対にクリアしています、うん、おー、ちょっとかっこいい、なんか誰をさ、うんうん、こうクランのさあのサポートメンバーに出しとけばいいとかあったら言ってね、帰るからそれ言おうと思った誰を配置してほしいっていうのがあればやり取りがありましたね、まあ、ね、ちょっとあのどの階層に今挑んでるところかはねちょっと書いてないんですけれども、うん、みんなを育てるといいらしい、はい、今の話もみんなそうですね、はい、じゃあ続きましてプリコネーム鴨田ねぎ吉さんからいただきました、ありがとうございます。美食伝の皆様、高野プロ、大坪プロ、おいっすー、おいっすー、美食伝の3人とプロ2人だと生放送感がすごくてやばいですね今回プリコネに詳しいプロ2人がゲストということで質問があります、はい、漠然としているのですが、お二人が思うプリコネの魅力とは何でしょうか。作り手側でもありトッププレイヤーでもあるお二人だからこそ分かることがあればぜひお聞きしたいですと。プリコネの魅力とは、いやこんなん語り出したらねいやどんどん尺だって感じだけど、でもなんかやっぱ一番は毎日コツコツやっていけば必ず強くなれるっていう、なんかこう日々のね努力がどんどんなんだろう、次の日の力になっていく感じがね、なんかピース集めとかもすごい地道に毎日毎日コツコツやってれば、明日にはもう絶対星4にできるとか星5にできるとか、なんかそういうのが毎日楽しいな。あとなんかこうやっぱそれぞれいろんな人の楽しみ方ができるっていうのがプリコネの魅力かなと思ってて、幅広いよね、なんかそうやってコツコツ毎日やることもできるし、こう男女だったりこうやり込むこともできるし、キャラのストーリーとかでキャラ可愛いっていうのもできるし、それぞれの方向からいろんな楽しみ方ができるのがプリコネの魅力かなと思いますね。確かにギルドハウス職人とかいらっしゃいますね。確かに確かに、あれもなすごい最高、ね、こだわればこだわるほど楽しくどんどんなっていきますから ね訪問するのすごく好き、アニメーションもね綺麗ですし、もうそこはもちろんのことストーリーとかはね飽きないんだよ ねだからどんどん出てくる楽曲もええんやね出てくるもん、もうどんな先端からもだよということで語り尽くせないぐらいありますよ、うん、ということで以上推しプリをお届けしました。お気に入りのプリンセスへのメッセージ投稿お待ちしています。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。プリコネインフォメパート1。ではここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。ガチャ情報です。星3確定プラチナガチャが5月22日14時59分まで開催中です。星3キャラを1キャラ以上確定で仲間にすることができる特別な10連ガチャです。期間中に優勝ジュエルで一度だけ購入することができます。お見逃しなく。ストーリーイベント情報です。復刻ストーリーイベント祈り SOS タイムトラベルドラゴンズが5月23日20時59分まで開催中です。まだプレイしたことがないという方はこの機会にぜひプレイしてみてください。スペシャルダンジョン情報です。現在期間限定スペシャルダンジョンが5月22日4時59分まで開催中です。開催期間中に踏破した回数の累積に応じてマスターコインやマナ、プリンセスハート、プリンセスオーブなどの報酬も獲得できますので、ぜひ挑戦してみてくださいね。ルナの塔の開催情報です。ルナの塔が5月22日20時59分まで開催中です。今月は新たな階層の追加、ストーリーの追加はなく、既存の階層のみの開放となりますのでご注意くださいね。クランバトル情報です。5月26日からクランバトルを開催予定です。今回のモード切り替え期間は5月24日までとなっています。
モード切り替え期間中にメンバーと話してクランモードとシングルモードのどちらでクランバトルを楽しむか決めましょう。またトレーニングモードは5月23日から開放予定です。トレーニングモードでクランバトル開催に備えましょう。アップデート情報です。4月26日のゴールデンウィークスペシャル映像でもお知らせしておりましたみんなの稽古場が5月20日に追加予定です。マルチターゲットのボスや非常に高い防御力を誇るボスなど様々なタイプのボスに挑戦することができます。難易度は5段階に分かれており自分に合った難易度で気軽に腕試しができるのでぜひ遊んでみてくださいね。詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。5月25日から毎日1回限定でジュエル500個を490円で購入できる毎日更新ジュエル500個を販売予定です。ジュエルショップについての詳細はゲーム内のフッターメニューからメニューをタップしヘルプ内のジュエルショップをご確認ください。以上プリコネインフォメパート1でした。パート2でもゲームの最新情報をお届けします。最後までお聞き逃しなく。ではここで1曲お届けしましょう。ゲストのお二人から曲紹介お願いします。はい、ではお聴きください。ストーリーイベントエピソードオブパイレーツ海賊島の呪われし違法エンディング曲アンナ CV 高野あさみそしてしのぶ CV 大坪ゆかかすみ CV 水瀬いのりさんで無敵のパイレーツ。の番組後半は久しぶりにこのコーナー、もっと美食伝。ギルド美食伝のメンバーとして私たちパーソナリティ3人とゲストのつぼさん、あずさむがもっともっと仲良くなるためにさまざまな試練を受けて協力したり対決したりするコーナーです。うわー、めっちゃ久しぶりですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。まだあったんだ、生きてたんだ。息してたんだ。息してたんだ。必要なくなったのかな。久しぶりですがお題来ております、うん、はい、プリコネーム穀物連鎖さんからです。ありがとう、ありがとうございます。いつもの皆さん、そしてゲストの大坪さん、高野さん、おいっす。おいっす。さて、高野さん演じるアンナといえば、そう、中二ということで、はい、今回は中二しりとりにチャレンジしてください。あれ、これ前も高野さんのゲスト会でやったよねって思っているでしょう、はい、その通りです。あの回がとても楽しかったのでもう一回リクエストします。名付けて中二しりとりマーク2。最初は漆黒のクからスタートしてください。お願いします。メール届いてたんだ、ね、このコーナーにメール来てたんですね。よっぽど中二しりとりが気に入ってたんですね。ね、今だってなったんですよね。じゃあちょっとやっていきますか。はい、まあ、2週ぐらい続けばいいですね。そうですね、頑張ります。頑張ろう。
高野さんから、はい、そうですね、座り順の時計回りで、はい、いきますか、いきますか、はい、ではいきます、はい、漆黒のクックックック、我が左目を見よ、あるわが違うわ、なんとか絞り出して見よ、よよよ、ええ立花いきます、よくぞこの玉座にたどり着いたな、下々のものよ、よよよよよだよだよだよなのかな、よ、どうしよう、よかよ、よくもこの私に膝をつかせたわね、後悔するわよ、よよだよだでも負けてるセリフなんだ負けてるよ、またよよよがよなら僕は王になっていたであろうぞ、ゾでしょ、もしゾだったのかな、ゾゾゾゾゾ雑巾ではないこれは僕の、秘められし力をまとった漆黒の布、その名もラビアンス布布だって布なんだ、終わりでいいですか、終わりってしまった終わるって言われた、雑巾で落ちましたまだやりたかったなお気に入りになったっていうのがよく分かって楽しかった、はい、あれ楽しかった、しかもですね、誰が一番中二っぽかったかを決めてもらえるっていうのがスタッフさんの挙手で決められる、今の一周で決めてくれた反対材料少ない、少ないな、少ないな、もっとやれるんです本当は止められたからあと10分あればよっ膝を膝をついたのに行けた後悔するわよよしするわよやったね、かっこよかった確かに、はい、ということで今回は試練中にしりとりをお届けしました、試練を乗り越えて仲良くなれたかな、以上もっと美食伝でした、私たちにチャレンジしてほしいお題、協力してほしいことお待ちしています、プリコネインフォメパート2、ここではゲームプリンセスコネクトリダイブの最新のキャンペーン情報とゲーム外情報をお知らせします。キャンペーン情報です。ノーマルクエスト装備アイテムドロップ量3倍マナドロップ量2倍キャンペーンが5月20日4時59分まで開催中です。キャンペーン期間中メインクエストノーマルをクリアした際に獲得できる装備アイテム報酬の量が通常の3倍、マナドロップ量が通常の2倍になります。またダンジョンマナドロップ量2倍キャンペーンが開催中です。キャンペーン期間中ダンジョンクリア時に獲得できるマナドロップ量が通常の2倍になります。そして5月20日からハードクエストドロップ量2倍キャンペーンが開催予定です。キャンペーン期間中メインクエストハードをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。ここからはグランバトル応援キャンペーンです。5月24日からスタミナ消費時プレイヤー経験値獲得量 1.5 倍キャンペーンを開催予定です。キャンペーン期間中対象クエストクリア時に獲得できるプレイヤー経験値の獲得量が通常の 1.5 倍になりますよ。また5月26日からノーマルクエスト、成績調査、神殿調査クエスト、探索それぞれドロップ量が2倍となるキャンペーンを開催予定です。キャンペーン期間中対象クエストクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。これらのキャンペーンを駆使してクランバトルに向けてキャラを強化しちゃいましょう。最後にゲーム外情報です。5月25日にプリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング27が発売予定です。くるみちゃんとあゆみちゃんの特別書き下ろしの CD ジャケットイラストが目印ですよ。詳細は日本コロンビアの公式ホームページをご覧ください。以上プリコネインフォメパート2でした。
リコネチャンネルリライブ。さて今回はプリコネームゆきめさんからのリクエストでプリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング08よりさえつよでしょでしょを聞きながらお別れです。あーめっちゃ好きこの曲、もう曲っていうかなんかセリフをずっと聞いてる気持ち確かに。はい、こんな風に番組エンディングでは曲のリクエストを受け付けてます。お気に入りの曲や思い出の曲の投稿お願いします。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければスタッフさんが仕分けしますのでお気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームどんどんどんさんです。うん、ちょっと頑張ってください。頑張れ。プリコネームどんどんどんさんはプレゼントアットマーク響き -radio.jp プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第243回は5月26日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。木曜夜はプリコネチャンネルリダイブです。ということで今回は忍役大坪由香さん、そしてアンナ役高野あさみさんにゲストにお越しいただきましたが、いかがだったでしょうか？とっても楽しかったです。いやでもお二人だとやっぱ足りないね、時間足りない。また2年後ぐらいに呼んでください。また中二病しりとりやりたい。やりたいね。あれで30分やって、あれで30分やりたい。よろしくお願いします。ぜひぜひ。ということで坪さんもアス様も2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。ではプリコネチャンネルリダイブ第242回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨香と、忍役大坪由香と、アンナ役高野あさみでした。来週もプリコネチャンネルにリライブ。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。なかなかやるじゃないか。すっかり力が板についてきたようだな。だろう。そんな、どうした皆の者。相手は来ないのか。別に引いていたわけではない。入ると怪我をしそうだと思っていつも我の仲間だったのだ。左足の裏がうずいていただけ。左足の裏がかゆそうか。ただかゆいだけ。いやなんか久しぶりにね中二をしたんでちょっと中二っぽく入ってみようかなと思ったら大やけどをして。最後も中二っぽく終わろう。中二っぽく終わりましょう。はい、どうやって終わったらいいんだ。それでは皆の者、来週もまた会えるといいな。楽しみにしているぞ。ゲームもラジオもよろしくだ。ではなんか違う。違う、わかんないな、わかんないな。よろしくだ、よろしくだ。なんだよろしくって、あのもう漢字で書いたらあの夜の夜の、それはよろしくの。ではせーの、さらばだ。